よし。さあ、じゃあ、行きますぜ。お続きでございますね。はい。お続きでございますね。お続きでございます。猫をうろちょろさせるゲームですね。はい。今日で終わらせたいね。ちょっとどれぐらいが終わりなのかわかんないですけど。よいしょ。とりあえず準備をしますね。チペチペチペチ。よし。あれ？スマートフォンがない。どこやっちゃった？ま、いっか。よし、行きます。やります。な。あった。ありました。はい、失礼しました。ないとね、なんか不安になっちゃうからね。よいしょ。さて、よいしょ。よし、じゃあ行くか。ゲームをスタート。下水道。そうだ、下水道だ。よいしょ。コンティニュー。そう、下水道の、なんかね、もきょもきょもきょっつって、ザークか。ザークっていうなんか、そう、これ。こいつらがいっぱいいる、ルームに来てるんですけど、一回これいいんですね。やーほー！ ちょ、待って、待って。急に来ないでよ。ちょっと。やめて。ちょ。危な。なんなん、マジで。やめて。おい。危ねえ。操作、まだ操作方法に慣れてない人にさ、急に襲いかかってくるの、ずるいと、ちょっと笑っていいですか。で、やるべきことは分かってるんです。これを、引っ張って、で、扉開ける。で、そうすると山のようにザークちゃんが来るから、そこからまず、迎え撃ちます。あ、ちょ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 。違うんだ。違う違う違う。慣れてないですね。やめてよ。急に。本当にもう、何してくれてんの？で、突っ切るか。なんかね、こいつら全員処理してるとマジで時間かかりすぎるんで、無視します。ちょっとね、進んだんだけど、すぐ死んだんですよね。なんで、ちょっと、ゼロ死にで、ゼロデスで行きたいですね。こいつはまず、おら！バカどもが。ふざけちれ。まあ、ちょっとずつちゃんとね、迎え入れていき、殺していけば、まあ、何の問題もないだろうと。で、この目ん玉エリアですこね。んにちは、にゃん。アイス、こんにちは。アイオさんだ。こんにちは。よいしょ。猫を操作して、このなんか気持ち悪い生き物を殺すゲームをやってます、今。ですね。ちなみに過去3回殺されてますね、この。3回、4回かな？わかんないけど。このちっちゃい生き物に。ぴょん。わあ、わあ、いっぱい来る。
で、小刻みに使うのがいいね。チャージがすぐなくなっちゃうから。すぐオーバーヒートしちゃうんでね。で、この、なんか、膨らみにはなるべく近づかない方がいい。ほら。ほら、来い。あんまり、あれだね。まあ、こんな感じでこう、カチカチした方が良いのではないかと。ライカチが有効ということですね。かわいいですよね、猫。そう、かわいいんですよ、これ。泣くからね。にゃん。よし。さあ、この、なんだろうね、この目ん玉たちは。気持ち悪い生き物だわ。なんかどういう時代背景でこうなったの？ B ちゃんも可愛いですがね。B ちゃん？ B ちゃん？ B ちゃんって誰？あ、この生き物？この気持ち悪い生き物？これが可愛いと。なるほど。殺しちゃった。長押しするとほんとすぐ、あれになっちゃうんで、オーバーヒートしちゃうんで。トンネルそれです。ああ、これか。あ、B12 か。B12 確かに B ちゃんだった。バクテリアの B だと思ってた。よいしょ。このザークが確かバクテリアらしいんで。バクテリアが異常進化したやつっていう風になってますけどね。さあ、パイプだらけのところに行きましたね。多分しばらく、この、やっぱそうだよね。この変な生き物から逃げつつ、変に刺激をせずね。逃げつつ、あ、目ん玉閉じてるじゃん。ほら、起きろ。何寝てんだ。やろう。よいしょ。うん。逃げつつ探索しつつ、ってか、まあ、先に進むのが、目的かな。なるべくこのバクテリア B ちゃんをね、バクテリアの方の B ちゃんを、バクテリアって V かな？まあどっちでもいいや。を刺激せず、進んでいきたいですね。やっぱ無駄な殺生はしたくないんでね、なるべくね。あんま無駄な殺生はしたくない。よいしょ。やべ。あ、あかんかんかん。あかんかんかん。あかんって。あかんって。よいしょ。まあ、無駄な摂取はしたくないんだよね。なるべくこう、出てこないでいただいて。よいしょ。ぴょんす、ぴょんす。なんか BGM が不穏だな。わーみたいな。ずっと高い音が鳴り続けて。ドアロックを開く。で、どうせあれでしょ、これ。起動して、開いてる、開く間に、バクテリアが来るぞ。逃げろみたいな感じになるんでしょ。あっちも開けないといけないんだな、多分な。OK。あっち行かないといけないのか。あ、てか目玉ちゃんが復活してるじゃん。怖っ。どうせお前らこっち来れねえだろ、バカ。ほらほら、そこで1ビットだ、ずっと。ちょ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 、ちょちょちょ、それ聞いてない。B12。お前常に臨戦態勢にしとけ、本当に。おおほおほびっくりした。おおいっぱい来るね。あ、なんか目玉ちゃん目覚ましてるね。おはようございます。ずっと寝ててよかったな。よしよしよし。ほら来いよ、B ちゃん。B ちゃんじゃねえや。バクテリア。Zerk。Z-U-R-K。めっちゃ見てるじゃん。何見てんだよ。ほら暗い。バカ。揺らしてくるじゃん。まあでもな。私はそこにいないんだな。
い。いいね。安全な場所からやっぱ攻撃するの気持ちいいですよね。結構遠距離いけるんだな。ほい。ん？来てる？しかしなんでこんな殺しにかかってきてるんだろうな。ドアロック開いたぞ。どうせさらなる追っ手が来るんだろう。今日のパタニキヤンキーで草。ヤンキーかな。普段はね、おとなしい男の子なんですけどね。よいしょ。めっちゃ見てるなぁ。すごいいっぱい目があるね。ん？なにこれ？ガジガジできんの？すごいね。背骨がすごい。背骨がキュンってなってる。これがなんか意味がある時もあればない時もある。なんか右に行けって言われてる。はい。右に行きます。右ぐらいしか行くとこないんで、右に行きます。ちょっと明るさを下げます。ガンマ。あ、でもあれか。ちょうどいいぐらいになってんのか。あ、じゃあ知らない。すごいね。お、B12。お、めっちゃ見られてる。やばい、やばい、やばい、やばい。やばい、やばい、やばい、やばい。ちょ、B12 何してんの？お、オーバーヒートしちゃう。それ以上使ったらオーバーヒートしちゃうよ。ポーン。ああ !B12 ちゃんどうした？お、走れと。こっから走って逃げろということですね。ほらー、どうせ上とか下から来るんだろう。ほら、この猫の機敏な動きを見ろ。ほら、ほら、ほらー、割と蛇行して走るとね。B ちゃん。あ、危ない !B ちゃん。B ちゃん待ってるよ。すぐ逃げるからな。割と蛇行して走ると当たらないという説が私の中で。ほら！おー、待って。びっくりした。危なかった。スペースに巻いてみ。お、復帰した。そこは暗くて孤独で、またネットワークの中に戻されたのかと思いました。でもあなたが助けてくれました。ありがとうございます。あれほどのパワーを引き出すのは、ちょっと長い。あら。ディフラクサー壊れちゃったの？まずいじゃん。まずいじゃん。なるほど、そういう感じになるんですね。こっから完全に見つかってはいけない感じになるわけですね。カシャカシャカシャカ。ピョンス。走れ。あっちに隙間がある。こっちは行き止まり。隙間に入ります。カシャカシャカシャ。お！人がいるじゃん。人っていうか、機械だけど。こんにちは。お、認識された。お、手振ってる。
なーに？バラディン？んー、この村の頂上で瞑想している。なんだろう、迷ってんのかな。ノーザークゾーン。ここにはザークいませんよっていう。アントビレッジ。いっぱい物が落ちてんな。捨てられてんな。ちなみにこのタイミングでも泣けたりします。このマシン。一緒に働いていた科学者も同じものを使っていました。彼は何をしていたんでしょう。ほうほう。ほう。ぴょんぴょんぴょん。元科学者。移植したのかね、そしたら。いや。新しいメモリーをね。メモリーどうせあったら全部集めたかったけど、できなかったんすよねとりあえず落っことしていく。はい。合流します。あ、そっか。はい、すいません。なるほど。にっこりしてるね。でも、交流できないんだよな、きっとな。とりあえず、ね、ペンキ落としておいて、で、降りる。押すと？あ、さすがに怒ったりはしてない。心が広いな。やっぱペンキ落としたぐらいじゃ怒らないんだな。お、これは？麻雀してるじゃん。もう交流できないんだもんね。邪魔してやろう。あ。あ、すいません。すいません。何待ちだったの？あ、何待ちか見とけばよかったな。もう一回。ほら。全部無駄にしてやる。そんな掛け事かとかしてるからってことになる。赤チンが。本当に一個一個ちゃんと集めてんのかな？あ、そういうわけじゃないか。悪い猫目。よいしょ。これ何いけんの？あれいけちゃうの？すごいな。あ、そういうこともできないって感じか。わかりました。じゃあとりあえず、あれだね。今この、B ちゃんは何もできないから、B ちゃんやっぱね、心を落ち着かせる必要があるみたいだから、とりあえず上に行きますわ。よし。交流できないんだもんね。まあ、交流できないってなったらもうね、いたずらするしかないからな。この猫ができることっつったら。こっち行けんの？多分上を目指した方がいいんだろうね。驚きの顔でこっち見てる。なんだ？みたいな。おーみたいな顔でこっち見てるな。こっち行けんね。さあ、どんどん上に上がっていきますね。お！大丈夫？どう？落ち着いた？うんうん。いろいろ思い出しちゅうか。でも氷はできないと。落ち着いておけ。よいしょ。ほい。ほい。ほい。こっか。
いっぱいパソコンがある。招き猫が、常に招いてる。これは何でしょう。お、驚きの顔でこっち見てる。超越的瞑想。もうここの二人に会いたいです。クレメンティーニ。ミッドタウン。アウトサイド行きたいなら彼女が。ほうほうほう。この小さな村は登っていく。ほうほうほう。すごいなんか、全幅の信頼を。最後の人間か。OK。なんか紫色の花をっていうのがあったから、ちょっとあれは気になる。で、多分、もう会話ができるよね。この方法、了解です。わかりました。なんか入手できるって書いてあったもんね。クッキメ。クッキメ。こんにちは。ラーメン J45。お。なんだろうね、この植物を取得ってあるけど。なんか取得して渡すといいことがあるんかな。ありそうだな。よし。これは？これ上に繋がってる、あれか。なんかまた下に降りるみたいなめんどくさいから。とりあえず、先に紫の花を取っちゃおう。なんかいいことありそうだし。下へ参ります。降ります。で、寝れるところか。寝とくか。あ、カメラがアップになりました。あ、B12 がちゃんと収納されてるじゃん。背中に。よし。これはこれで結構時間がかかるからな。もう寝てるのを待ってると時間かかるからな。降ります。降ります。降ります。よし。あ、交流できる。ああ。なるほどね。逆に利用すると、いい発想ですね。なんか、うなだれてる人いるわ。エレクトリックツアーク、そこら中にずず。かわいい。ね、かわいらしいっすよね。この猫さんね。お、いいんですか？またやっちゃって。これ何？はいはいはい。何待ちかな？ちょっと何待ちか見してよ。あ、でも捨ててるな。待ちがわからんな。また邪魔するとなんかぶっ飛ばされそうだから。このニコニコしてる人と話をしておく。あ、ペンキの匂いが好きなのか。急にマイナスな気持ちになるじゃん。あ、でもね、ニコニコしてる。誰のこと言ってるかわからんけど。隣の人かな。これガジガジできんの？おら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 。ガジガジできるだけですね。お、ペンキ塗り。900。
ゴミ箱ブラウン。汚ねえ名前だな。うん。よいしょ。ここに乗ろう。これ乗れるんじゃん。あ、乗れなかった。なんか、乗れるよっていう。あった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 。よしよしよし。で、紫色の植物を取得。これ取得して何があるだろうな。わかんないな。まあ、取得しといて、悪いことは起きんだろう。で、一応下に降りてみて、取得できる植物があるかどうかですね。まあ、なさそうだね。よし、じゃあ登ろう。ぴょんす、ぴょんす。こっち登るか。お、登れる量表示が、ちょっとじゃじゃんま。よいしょ。うぅ、くるるつ。こっちも登れるのね。どんどん登っちゃうよ。はい。はい。はい。で、ここからさらに上に行けというね、お達しだった。上に行きたいと思います。こっち行けんじゃない？ピョンス。はい、ピョンス。はい、ピョンス。はい。水色。ほう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 。ほい。さっきここで植物取得したんだっけなぁ。まあ、いっか。上行っちゃおう。水色ありそうだ。あ、ラーメンだ、これ。よいしょ。あれ？乗れない？もしかして。なんかあるな。こっちから乗ればいいか。お、赤い矢印が。すごいね。こっから登れみたいな。もう猫用の矢印があるじゃん。お。交流。マロ。黄色、赤、紫。ちっちゃくて素早しっこい誰か。私じゃん。あとは赤。ぬこ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 。時間に参加、こんにちは。黄色と赤と紫。今、黄色渡した、紫渡した、あと赤か。赤、どこにあるんだろうな。まあ、高いとこにあるんじゃね。こっからだと降りるね。降りちゃうね。上に行きたいんだ、私は。上に行きたいんだ。よし。ほい。これペンキだね。とりあえずペンキ落としとこう。よし。ああ、違う。降りないでよ。赤か。赤どこにあるんだろうな。上にあるんだろうな。こっちか。てん。とん。いろんなとこに行けるな。よいしょ。もうちょい。おい。やあ。カツミスさんね。こんにちは。よいしょ。おい。すげえな。どんどん上に行くな。もう植物らしい植物なくないか。おい。こっから植物があるように思え。あ、完全に別のエリアに行ってしまった。ま、いっか。またね、そのうち見つかればいいと思うよ。とりあえずクリアを優先する。戻れないよね。行きまーす。照らすことはできるけど、やっぱあれだね。ダークを殺す光は出せないね。壊れちゃったんだよね。地下鉄の駅。
はいはい。うんうん。ノスタルジックな。うんうん。やっぱあれだね。なんか住める場所が、っていうか。はいはい。はいはい。人類が滅亡しちゃいました的な。感じなんだなぁ。んで、科学技術自体はまあ、発達してると。やっぱその辺も、だいぶ相馬に似てるな、世界観的。よいしょ。なんかあった、なんか。上に上がっていく。テコ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 。よし。お。これはエナジードリンクは買えるので。買っても届けらんねえからな。お、誰かいる。こんにちは。微妙に反応するんだよな。思い出す。はい。うんうん。本読むの大好き人間だな。よいしょ。惚れてる。レドック。なんで無言なの？なんで無言なの？もしかして。まあでも反応的にいいもんね。驚いてるし。これ。揺られてるね。上行けんの？上行けるけど別に何かがあるわけじゃないか。ただこの辺は普通に人が住んでんだな。ってことはザークがいないという感じだね。よいしょ。翻訳。なんかクレメンテはそんな感じなんだ。うんうん。モフモフだね。モフモフです。指名手配中なの？このヨッシュと話せないんだね。翻訳。猫コーポレーション。ゴミの心配は無用ですって。全部下に落としてるだけな気するけど。飲み物もないもんね。おお、だいぶ街だ。ジェイル。再起動。どっかに隠れてんのか。じゃあ、クレメンティーヌを探すと。クエスチョンマーク。オーガニックハザードです。いろんなとこ行けるんだ。お前がクレメンティーヌか？なかなかのノイルゴゼ的な感じですね。よっこいしょ。これは？上は？行けなさそうだね。ほい。テコ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 。あ、でもこの隙間から上に行けちゃう。行けちゃうけど、なんか行ったところでって感じな気がするな。で、こう、ね、で、ここで寝れると。いろんなとこで寝れるんだな。街の全景が見れますと。まずは猫のドアップからですね。よっこいしょ。お、伸びをしてる。行きました。これガリガリできないかな？できないか。上に登ったはいいけど、別に降りれる場所が特別あるってわけでもないか。挙動が変。よいし
網の上は歩けないんだね。下下。よし。さあ、クレメンティーヌを、クレメンティーヌをね、見つけていきましょう。行きましょう。どこにいるんだろうね。この居住区のどこかに隠れてるっていう。出ましたね。で、なんだ。ジェイルに送って再起動みたいな。警察官的なのがいるよね。この街の。あ、で、しかもなんだ ?B12 的な存在じゃん。ピースメーカー22106。ピースメーカー、かっこいいね。ミッドタウン。これ何ガリガリできるの？お、なんか反応がある。はーい。何の理由もなく。厄介だな。すげえ、街だ。まあ、ちょっと画面が固まってしまいました。こんにちは。明日俺の腕を別のロボットだと。おう、ほうほう。すごい。アイデンティティが。めっちゃ見てくるね。よし。これは？ガレイ。下の階に送りリサイクルしてると。はい。2、3年って相当待つじゃん。2、3年って長え。無言だ。何の反応もない。冷たいね。よいしょ。すごい暖かそうな服着てるけど、暑いとか寒いとかあんのかな？これ猫コーポレーション。服屋さんじゃん。電源ケーブルで。よいしょ。作られてんのかな？名誉を求めるな。なんか招き猫が、至るところにあるな。観葉植物。ん？なんか、ああ、交流するだけか。交流はもうしたから。気難しかったね、確かに。何も求めるな、みたいな言ってた。本当は交流はできないと。さてさて、どこ行けばいいんですかね、これ。はい。350年。すごい。引き込みを続けると。はーい。お、は。わん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 。いいね。枯れてますね。まあ、聞き込みといえばやっぱ酒場ですよね。
こんにちは。なんか知ってますか？ビームボットをダウンロードして、このゲーム、一番になろうとしたらマルウェアでした。ウイルスにやられてるじゃないか。すごい、この辺の人たちは積極的に。ちょっと顔面がオシャレだね。顔のところは、なんか映画泥棒みたいな。よいしょ。すごい古いマシンの情報。とりあえず客をね、変えてみますね。ビリヤードだ、ビリヤードだ。全部の弾入れようかと思ったけど、めんどくさいからやめ。よいしょ。ほい。こんにちは。同じことばっか言ってんだ。よいしょ。この人は？この人はご飯食べてて、話しかけられない。この人は？ジョニー。新しい隠れ家。居住エリア。居住エリアがどこだかわからんからな、ついつい。いや、お前じゃない。よいしょ。本人。ボンボボンボンボボン。さあ、嵐回って。ここはなんだ？なんか赤い部屋多いんだよな。おーい。さあ、居住エリアっていうのがどこかっていうのがあるね。こんにちは。お、なんかすごい目で見てる。笛の音。もう。今す、もう上。この辺に住んでた。なんかタバコっぽいものを吸ってるね。DJ マットシーナイト。AT ゴロゴロクラブ。どういう？よいしょ。はいはいはい。お、この自販機は生きてるね。ミコ。セットテープを。はい、すいません。なんか謎のミッションが。へへ、全部壊してほしい。ジェーンマ。ああ。監視カメラを壊すと。もうあれ針ついてるか。どうやって行くんだろう。監視カメラを破壊する。ここは多分居住エリアなんだろうな。人住んでるっぽいもん。で、で、監視カメラをぶっ壊すと。ここからいけそうだね。この3台を壊すと。イェーイ。1台目。もう1台行くぜ。てか、すっげえ脆いな。上からちょっと乗っかるだけで壊れちゃうのか。三代目はどこだ？なんかだいたいあと一個が見つかんないっていうのが多いな。このゲーム。こっちにあんのかな？なさそう。どこや？もっと上か？あれか。よっ。よっ。ほい。にゃ。よし、壊したぜ。なんかくれ。ほい。
お、ノリノリになってるじゃん。壊したよ。やった。カセットテープを手に入れたぞ。このカセットテープで、どうしろと言うんだい何ができると言うんだい。とりあえず上に行く。何？こっちも渡るの？こんにちは。キャラクターシート。こっち？あの洞穴へレッツゴー。アクティブだな。家から出ないみたいなやつもいるというのに、洞穴に行こうとしてる。洞窟？洞穴？どっちでもいいか。よいしょ。ペペペペ。下下下下。居住エリアのどこかにいるって言ってたね。あ。こういう。本当は何者なの？ムーカ。クオドアングル。ここね。やっぱここなんだ。ここねって、どういうこと？この辺ってこと？ないな。このどこかに。ここっぺー。失礼します。入ります。植物がある。コップとかやかんとか。なんかそういうの摂取して生きてるのかな。目なんか割っちゃった。ごめん。よいしょ。自転車がある。玄関。入って。さあ、何があるかな。おお、構えてる。なんかクレメンティーヌか。急に？ほうほう。有能の照明をしました。とりあえずちょっとうろうろしていいですか？植物いっぱいあるね。パソコンちゃんがある。ほい。古い地下鉄、発射用のキー。アトミックバッテリー。アトミックバッテリーだって。フライトジャケットを着て、ゴールドチェーンを着ている。ヤンキーじゃん。よいしょ。あなたみたいに小さくて、困ったら周囲のロボットに話しかけた。はい。これは見張り兵に気をつけるっていう、あれですね。いいな。そうね。うー、眩しい。よいしょ。ザークちゃんをね、焼き殺すことはもうできなくなっちゃったから。この人かな？ゴールドチェーンつけてるのか。違うかな？シュパパーっと。むむ。てーん。待て。なんかあった。こんなにガリガリしたら開けられん。踊ってんな。楽しげに踊ってますな。よいしょ。
踊ってるね。ちゃんと踊ってるね。こんにちは。はい。はい。さあ、ゴールドチェーンをつけた、ヤンキーみたいな人がいると、どっかに。フライトジャケットとか。膝のスクールみたい。なんか、三角コーン、頭につけてる。三角様だな。フィフィ。フィフィさんって人はいるね。うん。お、この人じゃね？でもゴールドチェーンつけてないな。変な傘かぶってるけど。よし。まあでもとりあえずその工場に入るんだよね。で、工場に入るのに、なんか特別な入り口があって、そこを見つけましょうっていう。秘密の入り口があるからそこを見つけたいんだが、どこにあるかわかんないと。こんにちは。あ、この人じゃん。ゴールドジャケットつけてる。ふんふん。おうおう。従業員ジャケットと従業員ヘルメット。どこにあるの？直接奪う的なあれかな？はーい。取ってきてって言われてもな、どこにあるんだろう？この人から奪い取るんかな？へへへ。洋服屋と帽子屋で買ったんだって。あるんだ。帽子屋は、洋服屋はあったけど、帽子屋なんてあったっけ？買ってこいと。お使いだな、お使い。よいしょ。あ、あるじゃん。不安な音楽。あ、ダメじゃん。どうすっかな。これ試着室よ。なるほど。うるせえ、これ。あと、帽子か。帽子は帽子屋さんにある。帽子屋ってどこにあるんだろう？これに書いてあるかな。ショップストリート猫コーポレーション。まあ、ショップストリートっつってるから、この辺にあるんじゃねえかな。帽子屋さんね。洋服はまあ買ったからいいでしょ？じゃあ盗んだか。ずっと流れてるじゃん。止める気ないじゃん。ああ、うせろって言われた。うん、入っちゃうもんね。
帽子屋さんどこだろうな。この辺にはなさそうだけど。帽子屋さん、帽子屋さん。ねねねね。帽子売ってる感じじゃないもんな。ここなんかね、物を売ってる感じじゃないもん。乗っかれるだけだ。翻訳。え？なんか怒ってる。ほい。こっちも？いや違う、こっちはさっき入った場所だわ。帽子屋さんがどこにあるかだなぁ。それを探して。なんかあった。翻訳。おのドット。帽子、帽子。帽子はどこ？居住エリアだもんね。こっちはお酒。バーですね。ん？お、床屋だ。ふむふむふむ。お。シェフ。汚い街ですか。ここは入れないんだね。まあ、どういう場所？はい。なんか怒られてる。先には進めないと。おっ。ここは？自転車が置いてある。警察署みたい。帽子屋さんがどこにあるかね。あ、やっと止まった。つい。あの変な音が来てました。帽子、帽子。アウターサイダーに被った。上にあんのかな？帽子屋さんが見つかりませんね。ですね。ポンピン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 みたいな謎の声を出して、とりあえず渡しちゃうか。はい。ヘルメットね。お、ダンボールの中に入ったりすることもできる。隠れたりできるね。そうか。できそうな感じがあるね。この人から奪えばいいんじゃない？
ヘルメットね、どこにあるんだろうな。うんうん、結構この散策に時間かかっちゃうとね。よいしょ、疲れてきちゃうんだよな。ヘルメット持ってたりしない？よいしょ。ヘルメット。あ、てか連れてかれちゃったんか、もしかして。元行った人は。拘束されてたって言ってた。よいしょ。これまた上登れるパティンか。ちょぼぼぼ。着地。クラブが閉まっちゃってる。あ、あった、帽子屋さん。おお、追い出された。スタップラチェーが、うんうん、バーで酔いつぶれてる。バーに行けばいいんだね。バーは違う。バーで酔いつぶれてる。違うよ。開いた。お前だろぞ。おい。どうすんの？マジで酔いつぶれてる。あ、でもあれか、これで奥の方で酔いつぶれてる人いましたよって報告をして、で、うん、どうするんだ。あ、ごめん。ごめん、倒しちゃった。ごめん、ごめん、ごめん。大丈夫、起きれる？大丈夫そうだ。ごめん、ごめん、ごめん。ごめん。なんか忍び込めるんじゃないかな。なんか上に上がれそうな感じはするんだよな。あっす。むむ。
パーで酔いつぶれてましたぜ。そんなことできる。なんだこの絵面は。全然起きない。マジ。すげえ物理的な起こし方したな。起きろ。起きたか？ヘベレケじゃん。フラフラじゃん。起きた起きた。お、あ、戻ってきたぜ。怒ってる。俺遅刻やぞって言われてる。で、これで、お仕事再開と。で、中に入れます。で、これ中入れる。あ、ダメだった。クソ。なるほどね。これで忍び込む。はい。汗かいてる。さあ、物色するぞ。え、どっから入りやがったんだこの野郎ってなりそうだよな。まあでもいっか。失礼しまーす。あ、追い出された。よし、ゲットー。手に入れたぜ。お待たせしたぜ。え後ろ向いてないとダメだ。恥じらいがあるんだな。オールドチェーンは外さねえな。使いに泣くのはダメだよ。はーい、どうしたらね。わっ。やあやあ。
これ出て大丈夫なやつ。なんか見つかんないようにしないといけないっぽいからな。すごいゴミが固められてるわ。ただのゴミ処理だよな。え？ボール。はーん。多分、あれに照らされたらダメっぽいよね。場合によっちゃその中入れますよ、的な。一回多分入ってやり過ごさないといけない場所もありそうだね。あそこに段ボールあるな。まずはあそこに入ろう。で、どーん。あべ！うわ。結構広範囲照らすな。はい。入る。あそこずっと同じとこ照らしてない？どうすんだろう。あ、脇道それればいい。あっちは厳しそうだ。よし。で、こっち行って。よいしょ。あれがどこを照らしてるかだな。そんなに広い範囲照らしてない。じゃあ、こっち。で、この隙間を通って、入ります。やっと。え？ B ちゃんが使えないから、これは見つかったらやばいってやつだな。影に隠れて、うん。敵地はどっち？上に乗るんだな。じゃあ、ほい、ほい、ほい。よし。いい感じ、いい感じ。じゃあ、開けまーす。どっちが開く？あっちか。ってことは来た道を戻る感じかな。着地は入れるけど、別に入る必要ない。シャカシャカシャカ。しますしっかり照らされてるな。あー、なるほど。ゴミの影に隠れてやり過ごせ。で、まっすぐ行くわけじゃない。ゴミと一緒に動けばいいんだね。下通れねえのかな。おー、これ。おー、これ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 。ほい。じゃあ。ほいっちょ。こっち行けるの？こっちは何がある？あ！鍵だ。行っといてよかった。ゴミにぶつかったりしないんかね。空気悪そう。さっき通ってた場所だもんな。こっち行けんのかな。ギリギリ。あー、ギリギリ。あー、ギリギリ。あー、危ない危ない。狭い。あー、ギリギリ。
はい。で、なんかやりとりしてる。あ、じゃあさすがにここはもう、か。あ、なるほど。これで通るの。これ大丈夫なのか。謎解き画面。でも通れなくね？これ通れん？ダメだよね。何かを動かして、そういうだけ裁きできないもん。ドラム缶。ドラム缶じゃないのか。もう降ってない。おお。へえ。ちょっとよくわからないが、どういうことなんだろう。まあ、結局ここ通れねえからな。上には乗れる。何をいじるんだい？ピッてなる。こっちに来たもん。全部してどうなる？むむむ？で、こっち来てもらおう。これだと下に降りる。けど、それ以上動かないんだよね。で、ここドラム缶通過できないじゃん？どうするんだ、これ。難しい。あれ、さすがにこんなちっちゃいオブジェクトでなんとかなるわけじゃない。難しいですね。どうすればいいんでしょうか。一旦下ろすか。もう一個あるんだよな。元々あった場所で、勢いで割れたりするの。そんな遊び。ここ入れたりする。なるほど。あ、オッケーオッケー。わかった。理解。仕事って。これをこっち持ってくればいいんだ。置いておいて。よし。
ち来てもらっていいですか。よし。で、ここも下げて。オッケー、開いた。よし。結構普通にまず謎解きあるな。で、ここを押すと、なんか、むむむ？あ、でも開いてるから、これで通過できるのか。これで通過して、これでどうよ。通れないんだけど。これで通れるようになった。でっ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 。なんかどっかいじる道具。結局ダメだよな。ん？この後どうするんだ？真ん中の子に近づいてみるか。ああ。はい。閉じちゃった。バッテリー取得。成功です。はーい。こっちだね。見張りが来る前に。脱出。はい。脱出成功だ。うまくやれたな。ほい。サクレメンティーヌに。お家だよね、お家。お家に持っていきますぜ。居住区だ、こっちか。あれ、客封鎖されてるじゃん。どうしたの？何があった？んふん？なんだなんだ。ローラー作戦実行中です。何ローラー作戦って。あ、あれか。見つけようとしてんのか。おーっと。あかんや。ここも見つかったらダメなやつか。ローラーしてんね。今だ。いるね。正面ががっつり照らされてるな。こっちはそうでもないか。後ろ向いたりはしないけど、あ、いけるか。よし、いっちゃえ。こっちは、あ、いますね。怖い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 。怖い怖い。
もうそこ封鎖されてるな。今だな。はい。これで左に行けるもんね。つからないように入ります。入ります。あ、ぶて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 。ちょい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 。つたつたか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 。さあ一番上まで来ましたよ。いるじゃん、すごい。あのカメラさんはひたすらそっちを向いてる。じゃあこっちから行くしかない。いや、違うか。こっちだね。ぴょんす。はい。うな。あれ、どこだっけ？どっか入れる場所があったんだよな。こっちか。よし。さあ、クレメンティーヌのとこに来ましたよ。これで最後の一人と、最後の一人に、かます。ヒントボードを見る。いない？うんうん。ほうほう。探偵みたいに調べる。なんで探偵みたいにってのがあるの？まあいいや。よいしょ。てるてくってってって。私の家具の中には4つの目印が書いてあります。ほうほう。観葉植物。4つの家具。ふふ。お、調査。お香だ。ふにゃ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 と一緒です。お？上に行けるのか。はい。で、さらなる高みへと。上、奥へ。よし、あった。ブレイザー。ブレイザーと共にいますと。名前いっぱい出てきてるからね、わかんなくなっちゃったかな。ここ寝れるプレイスか。うん。一休みですね。巻いておりますね。ちっちゃくいびいてるね。ぐー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 言ってた。ちょっと寝てね。伸びをしてね。うーん、つって。よし。さあ、お香を調べた。あとは何だろうな。宝石もあったでしょ？どこどこ？ああ。ここさっき調べたとこだからいいよね。こっちかな？あった。に来てください。どこでしょう？あとは？コンピコン言ってるね。あとは？こっちかな？ほい。
ちょっと待ってね。あとは。お香でしょ？宝石。なんかさっきあの空気清浄機みたいなのあったけどなぁ。ちょっと待って。かな？うんうん。いや、ありそうだけどね。あ、あった。あれか。よいしょ。ナイトクラブ。うん、オッケー。猫刑事。はーい。出ましょうか。どっから出るのがいいかな。まあでもやっぱ入ったところから出るしかないわ。おい。あっち。降りるときはね、こうしばしばしばっと行きますよ。ほい。じゃねー。じゃねー。忍者猫。で、クラブだよね。クラブはこっちだ。どっかから入れんのかな、これ。すげえ、換気扇いっぱいだ。入れそうな雰囲気があるけどな。足ブラブラしてる。なんか奔放そうな人いるな。こんにちは。話しかける。ああ、いける。いや、ご機嫌いかがですか？あなたご機嫌そうだよね。ピン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 。酔いつぶれてる人いるわ。うー。へえ。踊ってるね。バーテンダー。ブレイザー。あ。上にいるじゃん。電子タバコ吸ってるわ。チラッと。おお、下に降りてた。おお、なんか思い出す場所がある。思い出したーい。お、だいぶメモリーを、思い出しつつあれ。全然集められてないけど。
よし。さあ、じゃあ、上に行く方法をね、見つけ出さねばな。戻ってるわ。DJ ブースがある。んーと？すごいハグみたいなロボットいるな。すげえ顔が。ドリンクか。ドリンクを手に入れろと。これかな？変なドリンクをしとく。よし。じゃあこれをあげるよ。よいしょ。イエーイ。よし。じゃあこれで、これを使って、よし。お、直しよ。ほい。ね、これで上に行けると。あ、ここははしごになってんのか。ほうほう。リップルーム来たぜ。すげえ。これで？うん、怖っ。ボタンがいっぱいある。おっしゃおっしゃい。はいはいはい。こっちもおっしゃい。あ、でもこれあれか。これ押しちゃうと、いけないね。で、こう進んでいくと。はい。いやー、怖い。お。こっちか。ん？なんか縛り付けられてるじゃん。大丈夫か？いきにき。あずきさん、こんにちは。拘束されてる。なんだなんだ。あらら。捕まっちゃってたのか。あら。捕まってしもうた。アルキャットラズっていうトロフィーを手に入れましたね。捕まっちゃったんか。ひゃー。なんだここは。出れないぞ。おーい。
めっちゃゆっさゆっさして。ほら。お、出た。おう。この猫マジ賢いな。タカ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 。よいしょ。で、隙間が通れない。上行きます。遠心力。遠心力っすね。この猫ほんと賢いっすね。よいしょ。おぉ!カチャーンってなった。カチャーンってなったはいいが、こっちか。ほい!これいけるの?いけるのか?よいしょ!あぶね!開け。ジェイル。よう飛ぶ猫。ね、よく飛びますわね。これ以上こっちは動かないっぽいね。したら、こっち行くか。あれだよね、目的地はあそこだよね。だから、一回下に降りるんかな?はい。で、はい。おぉ!おぉ!すごい迷路だ。よし。さあ、ジェイルです、ここは。すごいことになってるね。拷問だか拷問、拷問されている。今どうするんだ?こっちから入ってきたんだもんね。おっか。来世は猫でいいな。来世は猫。ああ、まあ、自由な感じだもんね。めっちゃ飛べるもんね。見張りが結構あれだな。がっつりしてんな。多分、あっちは通れないんじゃないか?どっか通れる場所があるのではないかと思う。なんか拘束されてた人があれだ。ジェイルに送るぜ。送られた先がここなの。金。え、これどうする?突破は難しそうです。耐えそうな壁もなさそうかしら。みたいな音楽が流れてる。ふん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 。とりあえず警備の圧がすごい。そうなんですよ、警備の圧がすごい。下降りるか。あー、いえ、あ、てかあれか。もう超えることできたから。違う。え。お。ねじ切れとるやん。すごいね。もう、本当に。ジェイルはほんとジェイルなんだよ。眩しい。
まぶしいぜ。トイレで口当てて。危ない危ない危ない。緑色の液体が飛び散ってる。こっちも首がねじ切れてます。どうしてそうなってしまう。おー怖い。で、こっちが楽しみとかな。とりあえずカゴの中に入ってる。この警備がどこまで行くかだ。こっちには来ない。よいしょ。ふむふむ。登ります。静かにね。で、これで突破できた。突破して今度どこ行くの？今度どこ行くの？いや、違う、登るんじゃない。あれ。そっちから登るの。なるほど、なるほど。まあまあ、迷路だ。よいしょ。えい。ほい。はい。で、こっち行く。いやー。ぴょーん。到着。到着したぜ。あ、そっか、背中のあれ外されちゃってるから。B ちゃんいないじゃん、そういえば。よくよく見たい。これ取りに行けと。どこから入るんだろうな。こっちかな。従業員の鍵みたいな手に入れたけど、あれ何だったんだろう。なんか鍵開ける場所あったんかな。はい。キー掴む。掴んだ状態で。で、元の場所に戻りました。ぬふふふ。よし。ぬすっとぬすっと。はい。ほい。イエー。オープン。自由だ。開くんか。外に続いてる場所なんですね。めっちゃ恐る恐る歩くし、潰そうか。お、あ、 B ちゃんいる。 B12。なんかやられてるね。いっぱい鍵持ってるね。ゆっくり歩いていきます。ああ、監視の光が。うん。
っち行くぞ。ポン、ピョン、自販機がある。おお。この赤い光は要注意なんだな。やばそうだろ。あそこに監視カメラある。こっちだね。あーし、しばばば。よしよしよし。怖いね。よし、はい。おお。したたた。で、これを。おろす。パコン。あ、なんか見つかっちゃった。オフ。びっくりした。黄色いライト。これはどう突破するんだ。ぐるっと回っていく。あかんあかんあかん。あかん。あかんじゃん。あべ、あかんあかんあかん。あかん、あかんあかんあかん。あかんあかんあかん。あかん、あかんあかん。あかんて。あかんあかんあかん。あかんあかんあかん。あかんあかん。あかんあかんあかん。あ、嘘。あ、結構一瞬で。マジか。マジか。結構スッとやられちゃうんだな。くぅ。これどっからリスタートになるんだ。またこっからか。容量は、なんとなく分かったかな。もうね。もうスッと行きますよ。ね。だめ。あ、でもちょっと減らされるぐらいだったら大丈夫か。うんうん。うんうん。ヘイホー。ヘイホー。こんにちは。よいしょ。猫をね、はい、猫が徘徊するゲームを、続きをやっております。なんとか終わらしたいんだけど、案外思ってたより先が長いっていうことが分かりました。はい。監視カメラの光をかいくぐり。よいしょー！はい。あ、なに、下くぐれんじゃん。
った道を戻るのがいいのか、それとも、明らかに戻るか。なんかライトの、ライトくん。嘘でしょ。ああ、なるほど。これで入れば、警戒解除になるけど、これどうするかな、あれね。あ、でも、持ち場に戻ってくれるか。なるほどね。緊急脱出用の、緊急避難用の、感じになるね。結構このライトとかね、警戒レベルが高いというか。見つかっちゃってもしょうがないから。取れないと。嘘だろ。ここまで戻れば大丈夫だね。戻ったよ。B12 を獲得しました。お帰り B12。お、復元された。うんうん。出られそうだね。あ、勝手に閉まった。それそう。何？どうした？伝って。開けて開けて。あ、それぐらい自分で開けろよ。それを使えっていう。あ、レンガを使うんだ。よくやった。すごい警戒してるじゃん。で、ああ、なるほど。上に乗れと。いいね。で、こっち側から開けると。すごいな、一個一個のドアが、こんな感じになってるの。大変だな。また行くか？ふふ。どういうこと？こうやって見張り。再起動。どこに？あれか。おびき寄せて、牢屋に入れるって。こっち牢屋の入り口か、これ。そうだね。この中何もなさそうだ。ここにおびき寄せると。ほれ。おいで。死んじゃ死んじゃ。
Yeah. できたよ。やったぜ。それどころじゃないらしい。はいはい。メモリーを。ふむふむむ、相変わらず可愛い猫タンタン。そうね、猫さん可愛いですね。はい、すいません。あ、でもメモリーが最後のとこまで行ったよ。もう、ほぼほぼ終わりが近づいてきてるのではなかろうか。あ、もう終盤に来てるのかな。そんな気がするね。で、え、こっちは閉めといて、なるほど。いや、結構強烈なのよ、これ、攻撃が。あっこれ、どうすんだ。うん。死んだわ。結構死ぬぞ、これ。こんにちは。カポネ。おお。誘い込むんだよね。この辺とかは隠れらんないでしょ？結構大変だぞ。意外と死んじゃうんですね。そうっすね。死んじゃいますね。そう。あ。あ、なるほど。めっちゃ照らされてる。こういう草木に隠れることも一応できるのか。で、こっち開けて、で、2台同時に入れるってことでしょ。ドラム缶あるね。ドラム缶あるけど、乗れるだけか。中には入れない。隠密。隠密だね。結構激烈に隠密が必要。怖っ。あ、で、草むらに隠れてれば、とりあえず大丈夫なのか。あれは何？こんにちは。ルパン。なんかルパンといい、さっきのカポネといい。なんか捕まりそうな感じの名前の人が多いの、確か。めっちゃぐるぐる回ってるじゃん。まずい。とりあえず使っちゃ。あはっあ怖い怖い怖い。そうよね。こっち入ったときに。嘘でしょ難しくね？
大変、これ。どうすかな。あれ、1台ずつ入れていくしかないよね。あ？あ、なにこれ？あ、こいつ下通れんじゃん。あ、マジか。ってことは、誘い入れるときはこっちで。よいしょ。で、で隠れる。うんうん。オッケーオッケー。そう。で、アンニャロはあそこで出られないよってなってるから、こっち開けといたらどうなの？よし、来い。違う違う違う。閉めんの早い。はい。とか、警戒状態の。あー、でも来ないじゃん。来いよ。なんで来ないんだよ。こっち来いって。よし。オッケー。よし、どっちも入れた。うわ、これ大変だな。いけたぞ。お、なんかすっくと起き上がった人いる。こんにちは。はい、どうも。秘密ですね。あ、これは？力で、力で開ける。力で開ける感じですかね。はい、すいません。クレメンティーヌ。頑張れ。お、開いた？開いた。開いたかな？はい、すいません。まだですかね。まだ開かないですかね。まだかな。開かない感じですかね、これ。あ、話しかけない方がいいのか。こっち通れるじゃん。あ、そうか、あれか。開けるの？開けさせるんじゃなくて、こっちでやっぱ開けないとダメなんね。さすがに見張りはもういないか。はい。お、人の顔みたい。はい。お、ガリガリできるよ。シュバババ。爪研ぎ、爪研ぎ。
ゴミ箱ですね。ん？乗れる。上には行けないか。ほい。うん。コントロールルームに入る方法だよな。あ、でもこっちだよな。こっち来てくんねえかな。うん？どっかフェンスに隙間があるのか。なさそう。ちょっと傾いてる、これ。こっち、こっち？こっち？こっちかな？これかな？こっちでも通過はできない。ちょいちょい泣くの良いですね。いや、そうっすね。なんか勝手に、丸ボタンを押さなくても泣いてくれるんで。ボタンを押して泣くこともあれば、そうじゃないこともある。さっきみたいに頭の上に乗っけてくんないかな。さっきこのクレメンティーヌさんが頭の上に乗っけるっていうことをやらせてくれたんですけど、それと同じことをやらせてくれれば、簡単にそっち行けると思うんだけどな。全然そういうことやらせてくんないですよね。お。お、なるほど。上に乗れっつって。はい。いや、もうこれさっきクレメンティーヌの頭の上に乗るあれでいけたと思うんだけどな。まあ、いっか。いけたし。よし。よし。シャバ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 。ほら、行くぞ。にゃんこ。ない。なんか被さってない？なんか被さってるっていうか、土くれが落ちてる。あ、これか。べー、べー、べー。これさすがに勝手に開いたら怒られるんじゃない？あかん！よっしゃ。ちょっと待って。なんでだ。ほら。よっしゃ、乗った。こいつマジで、置いてくつもり満々だったじゃねえか。許さんぞ。お。中の猫、上の猫ちゃん大丈夫か？お。ちょ、猫ちゃん大丈夫。あ、もう乗ってたんだ。じゃあ大丈夫だ。バイバイ。テストカニアウトサイダー気を引くっていうか撃ち殺されちゃう。一人になっちゃった。一人っていうか B 順にもいるけど。
あ、で、これあれか、最初にいた場所か。ここでゴロンとしてた人いなくなっちゃった。で、地下鉄。の、キーね。地下鉄のキーどこに刺せるか。あれかな。一番っぽい。あった。このどっかに？ん？前とかじゃない？こっちかな？地下鉄を最初に見たのはあそこだからなぁ。お、ここか。バッテリー。お。ネッココーポレーション。お。これで地下鉄が動きますよーっていう状態ですね。さあ、地下鉄に乗るぞ。すげえ電子よ。パラパラパラピラパラペーパーとパラピラパラペーパー。よし。発車します。どうなるかな。これでアウトサイドに行けるのか。コントロールルーム。降りるより。お、だいぶ綺麗なところに来ましたね。こんにちは。ヘルパー47。ご用意でしょ。お、エスカレーターかな、あれだ。階段状になってない。ペットエンス。ウォールシティ99123。ウォールシティなんですね。ウォールドシティって書いてある。あ、ペンキか。この辺にペンキを塗っています。注意ください。持っちゃって。シュッシュッシュッシュ。綺麗な街ですね。私は、シティシールドとか封印されちゃってるじゃん。掃除の人と、あ、だいぶ天井が近いね。こんにちは。窓を見かけ。コントロールルーム。コントロールルーム。新聞とか、なんか座る場所、ソファーがありますね。こういうソファーいいよね。ふかふかで。よしよし。あら、飲み物もなんか綺麗めな感じだね。綺麗な場所に来ましたね。綺麗な場所に来ましたよ。トイレもある。ちゃんと男子トイレと女子トイレに分かれている。すごいな。ユニバーサルデザインかなり、簡素や。
ギリわかるぐらい。ほい。開かない。調査。人間だけがアクセス。しっけえな。協力すれば。アウトサイドは、あれなんだな。これでもまた外じゃないってことだもんね。ギリ外に近いところまでは来てるけど。何をすればいいんだろうな。協力すればね。こんだけ綺麗だと、なんか隙間もなさそうだね。バーンってできないか。ああ、いえ。人間ってあの顔、映画泥棒って、人間。映画泥棒。もうでもこの辺の、どうすんの？これを調査してる間に、あ、なるほど。でも届かんぞ。むむ？どうすればよい？Y って書いてあって、なんかできそうなんだけど、なんかできるように、あー、いたいたいた。お前だお前。ほい。よいしょ。まあ、なんか人間はもういないみたいですね。この B12 も元人間で。よいしょ。あ、勝手に収まってくれた。ピョンス。で、ガジガジすると。すごい力技でやるじゃん。これで OK。すげえな。めちゃくちゃだ。で、さあ、コントロールルームに来ました。そうか。街全体を支配していました。でも今は誰もいません。誰もいないってどういうこと？思い出しました。メモリーが全部揃った。だいぶ綺麗なことですね。いろんなとこにいっぱいコップ置いてあるけど。まあ音楽変えてね。綺麗な。もうここ誰もいないってなるとあれだね。もう下の場所は悪い以上進展がなくなっちゃうから。おう。あなたがその対応している間、すげえな。いろんなことやらせようとしてる。何をすればいいんだい？そこにずらっと並んだコンピューターを起動させる。あは、わかりました。
全部起動させる。起動、どうやって？んふん？上にいればいい。あ、でも。ああ。なるほど、なるほど。はい、はい、はい。キーボードの上に乗れればいいじゃん。あ。乗っちゃいけないのもあるから。このまま。え。全部つけたよ。よし。え。この何かがおかしい。ここに何かがあります。こことか言われてもわかんないよ。ループコントロールステーション。システムがロックされてますね。はい。配線を引っかいてください。力技だな。OK、わかった。配線を引っかく。これ。配線どこにあるの？なんかな。配線を引っかいてください。パワー系だね。多分ここじゃないよな。あ、なんか若干引っかかれてるっぽい跡あるけどね。お、びっくりしてる。力技だな、マジ。この辺にもあるの？じゃあ。何引っ掛ける場所がある。賢いな、ほん。パックしてもらわないとね。パック。マジか、ワーケーで。ね。あら。アラートが鳴った。じゃあ、パックしていただいてね。よいしょ。大丈夫か？これ B12。あ、なんか見たことある文字です。あ、なるほど。本当か？マジ大丈夫か？本当に。え、ち、いや、今一瞬パチンって言ったな。大丈夫か？おい。どうする？急に。運ぶぞ。どこに行けばいい？ん？ここだ。ここやな。椅子に座ってる。あ、治った。本当か？
まあ、ブルブルしない。はいはい。光が差すね。あらあらら。爆発していく。おお。ももさん。日の光が。いよいよ。いよいよっすね。うん。あら、空が見える。うん。朝が来ましたね。バイって置いてあるから、すぐ。拾えないのか。拾えんのか。くぅ。じゃ、行くしかないか。おぉ。すげえ。街並みは。お、どん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 、でも、日の当たり、日の光が当たる範囲が広く、向かっていらっしゃる。ヘルパーは変わらず仕事してんの。すいません。窓拭いてる。あ、振動がなくなった。完全に開き切ったんだな。すげえ。お、雲がある。空もある。めっちゃ狭いんだな。めっちゃ狭い範囲で、ね、押し込められた。さあ、どこに向かえばいいんだ。場所が分からなくなってしまった。
っちもいけないわ。さあ、じゃあ、元の場所に戻るか。バラとこの木が仕事してるなんですね。これどっから外ペタン。眩しい。まあね、外の景色が一望できます。さて、どうやって外に行くんだい？あ、そうか、ここか。シャキが生えてますね。さあ、外に出れるぞ。最初に別れたあの猫ちゃんたちと会える。まだなんか自分じゃ動かせる。ふんふんしてる。パチパチ言うてた。寝起きのミルクっていうなんか。ああ。うわあ。いやあ。出ることができましたね。うん。なんかね、ちょっとでも集めきれてないものが結構あったっぽいから、まあそこはおいおいね、回収していきますけど、いやでも結局戻れたのが、外出れたのが猫だけっていうのがね、ちょっと切ないですね。
B12 も連れて行きたかったけど。クリアおめでとうございます。スマイリングフェイス with スマイリングアイズ。ありがとうございます。そうですね。クリアできてよかったです。今日のうちに何とか終わらしたかったんでね。明日でまた、明日からまたお仕事が。あるから。まあなんかぼちぼち、あれだね。なんか、あ、なんだっけ。そのプレイ再開するときにチャプターが選べるっぽいんで。その回収できなかったものの回収もね、おいおいできるかなと思うんで。それは、まあ一人でやりますけど。ドッグスって書いてあるけど、犬いた？犬いたっけな？うん。後半ちょっとクリアを急ぎすぎたせいで、なんかす、やれてないこともあるんだろうなぁと思うんだけど、従業員の鍵とかね、持ちっぱなしだし、いや、うんうん、猫になっていろんなとこ行けたのは新鮮ですね。よいしょ、おもろかったな。よいしょ。うん。おう。あっさり終わるのね。これで、あ、で、コントロールルームで、あれか、メモリを集めきれてないやつあるよ、みたいな感じなのかな。やっぱチャプター選べるね。はいはい。集めきれてないのあるよ、みたいなのが、わちをわかるようになってんのか。うんうんうん。下水道とかね、そうっす。この辺もなんかやれてないことは結構あったよな。まあそれは、おいおい、追いかけてやっていくとしますわ。ほい、じゃあそしたら。お疲れ様でした、おしまいにしたいと思います。ありがとうございます、お疲れ様。ありがとうございます。ちょっと長いことやりすぎてしまったんでね。ちょっとこれ、一旦終了にしておきたいと思います。ではでは、終わります。お疲れ様でした。